の皆さんこんばんは、翔です、はい、ということで、はい、本日はなんですけど、この前2周年アップデートので、ね、来たじゃないですか。ルームコーで販売開始っていうのがね、来たわけじゃないですか。で、こちらなんですけれども、まあ何かっていうと、まあコーデがね、まあレイアウト済みのコーデが、もうすでに、ルームで販売されたということで、まあかなりその、テーマに沿ったものが簡単に作りやすくなったわけなんですけれども、まあこれを記念してですね、僕ちょっとね、まあタイトルにもなってる通り、じゃあちょっとね、企画をちょっと一つ考えてきましたので、ちょっと今回発表させていただきたいというふうに思います。はい。今回なんですけれども、今回やりたい企画がですね、僕がルームコンペの方を、やらせていただきたいというふうに思います。はい、ルームコンペの方を今回やらせていただきたいというふうに思います。まあその2周年をね、せっかく来たんだったら、僕自身も何かしらね、まあ僕は運営ほどお金持ってないんで、ちょっとなんかできること限られてくるんですけど、まあその盛り上げたいので、僕自身もね、やっぱデレステ大好きなんで、今回ルームコンペの方を、もう本当に、まあその、僕の動画の視聴者さんじゃない方にも、まあもう、大勢の方に本当に参加していただいて、盛り上げて楽しみたいなというふうに思います。はい。という感じで、まあ今回タイトルにもなって通り、総額3万円分の、商品用意しておりますと、まあ3人の方に1万円ずつという形をね、今回取らせていただきたいというふうに、まあ応募の方法は、後々、動画の最後の方に、説明させていただきたいというふうに思います。はい。まあ、ルームコンペなんで、まあ何しなきゃいけないかって言ったら、もうただ単に本当に面白いルームを作っていただけるか、面白かったりだとか、まあとりあえず、おーって思うものですよね。まあ、賞があるので、3つね、賞があるので、まあその賞に合ったものを、まあどこ狙っていくかっていうのもあると思うので、その賞に、ね、合った、ルームを作っていただいて、応募していただけるだけで、応募完了して、そこから僕が、選ぶので、ちゃんと全部見て、ちゃんともちろん全部見ます。はい。ただちゃんと皆さんも応募方法間違えないでください。はい。応募方法間違えると無効になったりとか、見れない、まあ見れないっていうか見落とすケースの方多いのかな、多分っていうことになってしまうので、ぜひ皆さん、そちらの方だけ気をつけてください。で、まあ賞なんですけれども、まあ3つ、1人1万円ずつなんで、まあ3万円分用意しております。まあ1つ目なんですけれども、これは優秀賞でございます。はい。で、これは、まあ全員で1人1票。で、選んでいきたいなというふうに思います。まあ、どういう形でやるのか。まあ、アンケートシステムが、まあ、あるので、ね、それを利用して、やっていきたいなというふうに思います。YouTube のライブで。そう。結果発表自体は、ライブ放送でやりたいと思います。まあ、ライブの日程がちょっとまだ決まってないので、それはまた後々、発表させていただきたいというふうに思います。はい。とりあえず、生放送で結果発表はするということだけは決まってるので、生放送の時に、みんなで、決め、そこにいる視聴者さんで、決めていきたいなというふうに思います。はい。で、二つ目なんですけれども、二つ目が、特別審査員賞ですね。はい。こちらですね、まあ僕も今回ちょっと特別審査員の方を、まあこの生放送の方にもまあお招きしているんですけれども、今回独断と偏見でですね、その特別審査員の方に、今回選んでいただこうかなというふうに思っております。はい。一人。まあ、それが、特別審査員賞でございます。で、三つ目なんですけれども、三つ目が、佳作賞でございます。はい。まあなんかすごく頑張ってるな、みたいな。まあ、元気に、これ見たら元気になるなとか、まあそういうのね、まあいろいろあると思うんですけど、ちょっとまあ、なんか、頑張ったでしょうみたいな感じかな、どっちかっていうと。うん。ニュアンスとしては。なんで、こちら、本当になんだろう、例えばセンスがないよ、僕みたいな。まあ僕もそうなんですけど、どっちかっていうとセンスがないから、こういう美術的なものって絶対その諦めてしまうんですけれども、まあそういう方でも、まあすごくなんか頑張ってるな、みたいなところが、まあそのすごく評価できるものを送っていただければ、まあ入賞する可能性全然あるので、ぜひよかったらこちらの方も狙ってみてはいかがでしょうかというところで、この3つの賞ですね、優秀賞、特別審査賞、佳作賞ですね、3種類あるので、ぜひよかったら、応募の方よろしくお願いします。ということで、まあ、ね、応募条件の方行きましょうか。はい、で、応募条件なんですけれども、応募方法、は至って簡単でございます。まあ、至って簡単かどうか、まあ、人によるか。はい。まず、ツイッター、まず、3つ、2つ、まあ、
何個かあります。はい、とりあえず。ツイッターの方でですね、その、つぶやいていただく形になるんですけれども、応募方法は。まず、写真、もちろん、そのスクリーンショットですね。スクショを撮っていただく形になります。そのルームのね、ルームのスクショを撮っていただいて、それを、ハッシュタグ、ショーのホビーチャンネルルームコンペ、ハッシュタグ、ショーのホビーチャンネルルームコンペと、写真と一緒につぶやいていただくだけ。これが最低条件ですね。ツイートに関する。これをつぶやいていただくだけで、まあ、一応応募完了という形になります。で、一人何回でも正直、応募することはできます。可能です、全然。はい。まあ、でも選ばれるルームは一つだけです。はい。まあ、なので、まあ、何回でも応募できるので、で、あと、正直、内容、そこに、まあ、ツイッターなので、まあ、その、思い入れだとか、まあ、こうしたいですとか、そういうのもあると思うんですけれども、あ、その、こういうところこだわりましたとか、そういう文章とかあると思うんですけど、全然文章書いていただいて大丈夫ですけど、まあ、そこまで重要視することは、まあ、ないです。まあ、ただ、やっぱり人間なんで、僕も。やっぱり、熱い文章来たら、まあ、それは、まあ、ちょっと考慮しようかな。まあ、そこに、そこはすごく重要視するわけじゃないですけど、だから、例えばなんか、91とか82ぐらいで考えてください。写真っていうか、その、スクショ8、9、文章1、2とか、まあ、あればみたいな。すごい熱い文章があればみたいな。普通の文章だったらね、どちらかって、あくまでもルームコンペなので、そちらの方を重要視させていただきたいというふうに思います。はい。で、そちらがツイートに関する最低条件でございますが、まあ、もう一つなんですけれども、僕のツイッターアカウントですね、フォローしていただくことが、必須条件になります。はい。アットマークファルコン573ですね。こちらなぜかというとですね、まあ、ダイレクトメッセージ、当選した場合、やり取り僕とするわけなんですけれども、まあ、こちらですね、ちょっとフォローしていただかないと、まあ、僕から送ることができないので、まあ、なので、ダイレクトメッセージを受け取れるような状態にしていただく必要がございますので、ぜひ、フォローの方は、必須となっておりますので、ぜひ、フォローの方よろしくお願いします。はい。今僕完全にFF っていうかその僕がフォローしてて相手もフォローしてる人じゃないとダイレクトメッセージ受け付けてない状態に常にしてるんで僕は。まあなんでフォローしていただかないとまあ僕が後でフォローした時にそのね、やり取りするために、まあ結局やり取りできないままその抽選が流れちゃうわけなので、はい。そこは必須条件なんでよろしくお願いします。ツイッターの方のフォローをぜひ、下の方に書いてあるのでぜひよろしくお願いします。まあ、この2つですね、ツイートと、僕の方、ツイッターのアカウントフォローしていただくことが、最低条件でございますと。はい。で、締め切りなんですけれども、今月末でございます。はい。締め切りは、今月末までに、ツイートしていただいた方が、対象となっております。抽選の対象になりますと。抽選っていうか、まあそうですね、抽選か。まあ選ぶ対象。コンペの対象となります。はい。なので皆さん、ふるってご応募の方よろしくお願いします。まああとね、できればこちらね、拡散していただきたいですね、動画のリンクを。はい。動画のリンクを本当にいろんな方に参加していただきたいので、これは本当にもう人が来れば来るほど、やっぱ盛り上がると思うんで、まあ、面白いもの見たいじゃないですか、やっぱり。ね、皆さんやっぱ動画 YouTube 見てて、やっぱり面白いもの見るためにやっぱ YouTube 見に来てると思うので、参加者多ければ多いほど、本当もっと面白い放送になると思うので、この企画がね、本当に。まあ、なので、ぜひ、拡散の方していただけると非常にありがたいです。口コミの方でもね、全然友達とか、クラスの子とか、ね、同僚、リアル同僚の方とか、もしいたらですけど、はい、ぜひ、拡散していただけると非常にありがたいです。はい、という感じで以上が、今回の、ルームコンペに関する、概要でございます。まあ、また、中間発表じゃないけど、こういうの来てるよみたいな紹介とともに、あと生放送の日程がね、まだ今未定だというふうに、最初の冒頭の方で言ったので、そちらの方の発表も兼ねて、中間の時に、動画出させていただきたいというふうに思います。はい、という感じで、以上が今回の動画となります。まあ、非常に僕も楽しみで、僕も参加しようかな。まあだけど僕は多分入賞できないんで、まあ、僕が開くからには僕が入賞することないんで。はい。ちょっと久々にちょっとルームで遊ぶのもやっぱデレステの一つの楽しみ方の醍醐味なんでね、ちょっとやっていこうかなと思います。はい。ぜひ皆さん、入賞狙って、一緒に頑張っていきましょう。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。